います。ここは昔ブリ街道って言って、ブリを岐阜から富山に運んでた道みたいです。タルトブリをいつか釣りたいので、タルトがちょっとブリになった気分で今から富山に行きます。もう今1時半で、今日もなかなか、もう気づいたらこんな時間で、ご飯まだ食べてなくてめっちゃお腹空いたので、お昼ご飯いいところがあったらちょっと立ち寄って食べたいと思います。峠の茶屋みたいなとこ一回入ってみたいんですよね。でも何にもないのかな、何にもなさそうな気もするし、どっかあったら入ります。今は工事でちょっと一旦止まってます。工事をめちゃくちゃしてて、今めっちゃかわいい、あのガチャガチャがありました。こっちも食品サンプルとか好きだね。めっちゃこういう好きなんですよね。あ、生まれたの出た。これやろう。ファンの人がおすすめしてくれたやつとちょっと違うけど、これやります。黄色がいいけど
手がいいな。ピンクがいいな。あ、ピンクじゃん。ピンクでした。やった、ちょうどいい。食べるとこあるけどあんまやってない。かわいい。買いました。そっか、磁石でくっつくみたいなので後でつけます。冷やしもちもちたい焼きを買ってきました。ホイップクリーム入り。あんこのが買ったんだけどホイップクリームのしかなかったんで、今から食べたいと思います。雨降ってきた。世界一綺麗な下場なのに雨でも綺麗かな。いただきます。尻尾の方から。あ、結構冷えてる。不思議。クリーム出てきてほしいな。ちょっと溶かした方がいいのかな。自然解凍ご覧だ。30分解凍させるからちょっと置いとこう。下場ついちゃうな、これ置いといたら。30分置いてまたどっかで食べます。デザート感が増します。クレームめっちゃ入ってるし美味しい。溶けた方がいいな。どんどん安くなっててます。ただびっくりしたのが、あのスタジオ出発地の岐阜県海津市が安いとこ140-150円、安いところで147円とかで、で郡上に来たら157円ぐらいで、あー高いと思って見てたんですけど、あのゲロとか高山の方まで来たら167円が相場で、もうなんか10円ずつ高くなってて、めっちゃびっくりしました。めっちゃ高いと思って、でも仕方ないから入れたんだけど、そしたらちょっとしたところに特別特売日で安いところがあったり、そういうもんですよね。でもびっくりしちゃった。ガソリンが場所によって全然違うし、やっぱ山の奥の方になると運ぶのが大変だから高くなるんですね。山の方行くときは入れてかなさ。は154円だ。セルフで戻ってきた。なんか食べ進めてきたら中にクリームも入ってて美味しい。柔らかくなったし。デザートって感じがします。だいぶ街に来ました。富山でももう富山市内なんかな、結構上の方にいます。もうあと5分ぐらいで到着します。駐車場入り口無料っぽい。こんにちは、いちごタルトです。ということで
今は富岳運河淡水公園に到着しました。じゃあ見てください、こんな感じですごい水がいっぱいあります。水の公園っていう感じで、あと緑の草とか木がすごい綺麗に生えてます。であっちには世界一美しいスタバがあるということなので、ちょっとぐるーっと一周見ながら最後はスターバックスに行ってお茶をしたいと思います。じゃあ一緒に行きましょう。さっきからめっちゃ魚が泳いでます。魚がペチャペチャ跳ねたり跳ねたり、あ、声が響く、あ、やっほーめっちゃ響く、結構広いな、すごい、あっちの方もずっとあります、広い。さっき船が通ってて、あれも乗れるみたいです。おしゃれなレストランみたいなのもあるし、こっちは何だろう、美術館みたいなのがあります。こっちはもう川に繋がってんのかな、もしかして。手で漕ぐボートに乗ってる人がいるそこなんか乗り物の乗り場があそこにある。さっきああいう船を見たので、なんかちょっとねおしゃれな最新っぽい船が通っていきました。あれも乗れるみたいです。闘牛場みたいな広場があります。この広場のとこでライブとかイベントができそう。すごい緑が結構綺麗でピクニックにちょうど良さそう。お弁当とか持ってきたら良さそう。あ、スタバが見えてきました。ここがさっき言ってた世界一美しいスタバかな。緑が綺麗。じゃん、もっと引きで対岸から多分撮ったらいいけど、緑が綺麗。黒い白鳥、めっちゃ雨降ってきた。マジでめっちゃ雨降ってきた。ちょっとスタバ行こう橋明めっちゃ降ってきた。見えるかな、やばい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 、マジで降ってきた。めっちゃ降ってきた。今あの47都道府県限定のそれぞれ時に別のやつも売ってたって、富山はスイカだったんですけど、ちょっと飲めるか分からなかったので、いつもの好きな定番のにしました。世界一のスタバからの眺めを楽しみつつ飲みたいと思います。いただきます。だから冷たくて美味しい。クリームにキャラメルソースをいつも上でトッピングできるのでトッピングしてます。これがスプーンで食べるの美味しいです。スタバで飲んでたら船が来ました。もう行き止まりだからここで U ターンして帰ってくんだ。めっちゃ最新っぽい。いいな、でも遊覧するの楽しそう。はい、今またすごい雨が降ってきちゃったんで車に戻ってきました。外ででもちょっとの間雨降り止んで美味しくスタバが飲めたんで良かったです。すごい緑がすごい綺麗で、日本一の、じゃあ世界一の美しいスタバで
ちょっと自慢できるなと思いました。皆さんもよかったらぜひ遊びに来てください。ということで以上、ゆきのタルトでした。最後まで見てくれてありがとう。